よく言っておきます。羊の囲いの中に門から入らないで柵を乗り越えて忍び込む者は強盗です。羊飼いなら堂々と門から入ってくるはずです。門番も羊飼いには門を開けてくれます。彼の声を聞くと羊は周りに駆け寄ってきます。羊飼いは一匹一匹自分の羊の名を呼んで連れ出すのです。先頭に立つのは羊飼い、羊はその後についていきます。その声を知っているからです。知らない人にはついていかず反対に逃げ出します。聞き覚えのない声だからです。イエスがこの例え話をなさっても聞いている人々にはどういう意味かさっぱり分かりませんでした。そこでイエスは説明なさいました。いいですか、私が羊の出入りする門なのです。私より前に来た人々は皆泥棒か強盗です。羊は彼らの言うことは聞きませんでした。私は門なのです。この門から入る者は救われます。また安心して出入りができ、緑の牧草を見つけるのです。強盗は盗んだり殺したり滅ぼしたりするために来ます。しかし私が来たのは命をあふれるほど豊かに与えるためです。私はまた良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のためには命も捨てます。雇い人は狼が来れば羊を捨ててすぐに逃げ出します。彼らは羊の持ち主でも羊飼いでもないからです。こうして狼は羊に飛びかかり群れを追い散らしてしまいます。雇い人はお金で雇われているだけで羊のことを本当に心にかけているわけではないので平気で逃げてしまうのです。私は良い羊飼いであり自分の羊を知っています。また羊も私を知っています。私の父が私を知っておられ、私も父を知っているのと同じです。私は羊のために命を捨てるのです。この他に別の囲いにも羊がいます。その羊をも導かなければなりません。やがてその羊も私の声に注意深く聞き従い、一人の羊飼いのもとに一つの群れとなるのです。私が再び命を得るために命を投げ出すからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私の意に反して私を殺すことはできません。私が自分から進んで命を捨てるのです。私には命を自由に捨て、もう一度それを得る権威と力があるからです。父がこの権威をくださったのです。この話のことでユダヤ人の指導者たちの意見はまた真っ二つに分かれました。あいつは悪霊に疲れているか、それとも気が変になっているかだ。あんな奴の言うことに耳を貸す必要なんかない、と息巻く者があるかと思えば、いや、とても悪霊に疲れた者の言葉とは思えない。第一、悪霊に盲人の目を開けることなんかできるはずもないだろう、と言い出す者もいました。時は冬でした。宮清めの祭りがあり、イエスもエルサレムにおられました。ちょうど宮の中のソロモンの牢と呼ばれるところを歩いておられると、ユダヤ人の指導者たちが来て周りを取り囲みました。いつまで気をもませるつもりですか。キリストならはっきりそう言ったらいいでしょう。そのことならもう話しました。あなた方は信じませんでしたが、私は父の御名によって何度も奇跡を行ったでしょう。証拠はそれで十分なはずです。それでもあなた方は私を信じないのです。あなた方は私の羊の群れに属さないのですから仕方がありません。私の羊は私の声を聞き分けます。私は彼らを知っているし、彼らも私にはついてきます。私は彼らに永遠の命を与えるのです。彼らは絶対に滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い取ることはできません。父が私にくださった群れなのですから、父は誰よりも力があります。私の羊をさらうことなど誰にもできません。私と父は一つです。これを聞いたユダヤ人の指導者たちは矢庭に石をつかみました。イエスを撃ち殺そうというのです。私は神のお心通り、たくさんの良い技を行って人々を助けただけです。それのどこが悪くて殺されなければならないのでしょうか。何も良い行いを責めているわけではない。神を怪我したからだ。ただの人間のくせに神だなどと抜かしおって、あなた方の律法には、私は言った、あなた方は神々だと書いてあるではありませんか。無効になることのありえない聖書が神の言葉を受けた人々のことを神々と呼んでいるのです。とすれば、父が清め分かちこの世にお使わちになった者が私は神の子だと言ったからといって、どうして神を汚すことになるのですか。私が神の御業を行っていないのなら私を信じなくて構いません。しかし、もし神の御業を行っているのなら私を信じないにしても、御業そのものを信用しなさい。父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることがはっきりわかるでしょう。彼らがまたもイエスを捕らえようとしたので、イエスはうまくその場を切り抜け、
エルサレムを後になさいました。そしてヨルダン川を渡り、ヨハネが最初にバプテスマを授けていたあたりに滞在されましたが、ここでも多くの人が後から詰めかけてきます。彼らは口々に言いました。ヨハネは一つも奇跡を行わなかったけれど、この方について話したことは何もかもその通りになった。こうして多くの人がイエスこそメシアだと信じるようになったのです。